趣味は何ですか？趣味は最近学校で先生に教えてもらった三面体のパーツを作ること、シャックとか連絡袋とか入ってるそっちもいいんですけど、勉強の方もしっかりお願いします。特技は何ですか？特技はマラソン。マラソン？本当？縄跳び。マラソンはどのくらい走れるんですか？ゆっくりであれば10キロです。利き手はどっちですか？利き手は両利きです。どっちも使えます。ご飯食べるのはだけど、文を書いたりするのは左です。あ、夏休みに、去年の夏休みに自由研究で利き手をどっちも使えるようにしたんだよね。両利きにしたんだよね。今日は衣装を変えてきました。その前にクレープが食べたくなっちゃったのでそれ食べました。中はいちごとチョコとホイップです。ママ大丈夫、うん、衣装買いましたか？はい、買いました。え、スカート買ってきました。すごい。ポイントはありますか？ここがチェックになってて、違うところですから無地とチェックです。こんな感じです。はい、上も買ってきました、うん、ポイントは下が暗い色なので上は明るい色にしたことです、うん。後ろはリボンになってます。可愛いですね。可愛いです。可愛い衣装も買ったんで、頑張って練習できそうですか？できそうです。頑張りたいと思います。この日は父上へぶどう狩りに行きました。ぶどうはとっても甘くて、弟のりゅうくんと一緒にたくさん食べちゃいました。この日はお父さんとマラソンの練習をしました。お父さんはスポルトだけど、お父さんみたいに速くなりたいので頑張ります。この日は二重跳びの練習をしました。半年前は一回も跳べなかったけど、10回は跳べるようになりました。何やってんの？でしょ。グーじゃないな。グーじゃないな。はい、こんにちは。キラとミハユーチャンネル。はい、今回はムンチャーの紹介。いや、紹介じゃない。ムンチャーのムンチャーを紹介します。お願いします。足投げ出すときなんか下手な気がするけど、もっとなんかただ投げ出すって感じじゃないと思うけど。